韓国お笑い芸人チョセホが16キロのダイエットに成功し、ホットな日常を送っている。SNS に投稿する日常の写真から新番組の出演まで、イケメンになった姿で注目を集めている。所属事務所 AQ メディアは29日、チョセホが出演する新番組を公開した。ダイエットに成功し、最盛期の美貌を見せているチョセホは、5年ぶりに新しい宣材写真を撮影した。所属事務所は真のファッショニスタとしての成長記録を捉えた個人チャンネルを開設し、精力的に活動しているチョセホが今回の撮影をきっかけに、芸人だけでなくより多様な魅力を見せていく予定だと話した。新しい宣材写真からは驚くべき変化が見えた。16キロの減量に成功した結果、顎のラインはシャープになり、頬の肉は青じ、目鼻立ちは以前よりはっきりとしている。ほっそりとした顔と、イケメンになった姿で自信あふれる表情を見せている。180度変身したチョセホに自然と注目が集まった。ダイエットの成功はもちろん、磨かれた外見でイケメン度を更新したからだ。これまでテレビで見せてきたキャベツチョセホではなく、新たな魅力でファンをときめかせている。またチョセホが徹底した運動と食事管理を並行した健康的なダイエットに成功したことが伝えられ、多くの人に応援されている。健康的なダイエットの成功と、変身で新しいダイエットのアイコンになった。B2B チャンソプ、末年休暇後は舞台に戻らずそのまま除隊、21日まで軍人身分維持。ジョングク、ジャスティン・ビーバーとダン・プラス・シェイがコラボした楽曲1万アワーズのカバーを公開して話題に。スーパージュニア・ヒチョルの SNS に悪質な書き込みをして告訴された人、さらに書き込んだ内容がズーズーしすぎると話題に。この書き込みをご覧になったらどうか許してください。本当にミスだったし、そんな大金を払えません。あなただけ順調に暮らしていけて、こうして力のない庶民を告訴ばかりして本当にそうやって生きていくつもりですか。それも芸能人なのに。本当に私が知っているスーパージュニアじゃないですね。いつの間にか金ばかり明らかにする人がスーパージュニアのメンバーだったなんて、私を告訴して、取り下げなければ私の死ぬのを見ることになります。芸能人でありながら、そんな風に生きていてはダメですよ。どうしてファンにそんなことができるんですか。両親も金がなく借金ばかりなのに、そして今就職もできずにいるのに、突然こんなことをされたら。どうかうちの事情を考えて、告訴を取り下げてください。はっきりとお伝えします。この文章を見ても何も話がないなら、あなたは人を一人殺すことになります。すぐに誤った選択を正してください。